振り出し竿ですね。これのセッティング方法ですね。まず見てください。これですね、カバーが大体ついてますので、このカバーは外してください。で、次にリールですね。これリールです。このベール、これですね、上げてください。これで糸出るようになります。で、大体糸止まってますので、こうやって見えますかね。これで外します。よいしょ。これですね、ちょっと糸ばらけるときあるので気をつけてください。じゃあここの、このガイド、ここですね、これなんですけど、ここに糸を通していきます。ゆっくり落ち着いて、あの真ん中のこの、よいしょ、輪っかのところにちゃんと通してくださいね。外側の金属のところに通しちゃうと、ちゃんと、よいしょ、通らない、もしくはあの投げた時におかしくなったりするんで気をつけてください。こんな感じですね、通りました。じゃあ、あとは、まあ、板を適当に出してもらって、ここですね、これまた締めます。これで糸止まりますんで、で最後に、よいしょ、この穂先からですね、順番に伸ばしていく。この時、このガイドがこうまっすぐちゃんと一列になるようにゆっくり伸ばしていきましょう。で、伸ばしきったら準備は OK です。続きまして、これはルアー用の2ピースロープですね。これの、セット方法をご案内します。さっきは振り出し竿を伸ばしてたと思うんですけど、これこういう風につなぐ竿になってます。ここですね、こういう風につないでください。で、ここのガイドですけれども、ここですね、これがまっすぐになるようにですね、合わせてください。で、奥まで差し込みます。これで竿の伸ばした部分は OK です。で、さっきと同じようにリールですね、ベール上げます。こうやってね、一緒ですね。で、よいしょ、これも同じように糸抜きます。これですね、さっきと違うのは、さっきは伸ばす前に入れてましたけど、最初から伸びてるんで、ゆっくりゆっくり、またガイドのちゃんとこうやって穴に通してくださいね。ここですね。で、これも下から順番に上に通していって、で、この時ですね、あの穂先の近づくと、結構こういうふうに下がですね、リールが地面に近づいたりします。こすったりする場合は気をつけてくださいね。で、これも、よいしょ、ちょっと高いですけど、先まで通し終わりました。で、同じように、ここですね、またベールを戻して、いこうと思います。これで完成です。